の名前はトール。大学生だ。最近バイトを始めたのだが、バイトの先輩に面倒くさい人がいる。それが川田さん。俺のものは何でも欲しがるし、すぐに物を貸してと言って持って行っては返してくれない。トール、お疲れ。お疲れ様です。今日話してた CD、明日貸してくれない？川田さんに前貸した CD、まだ帰ってきてないんですけど。悪い、なかなかパソコンに取り込む暇なくてさ。来週まとめて返すよ。この前貸した本はどうなってますか？本もなかなか読む暇なくてさ。ほら、俺フリーターだろ。大学生と違って暇がないのよ。あの本大事なものなので返してくださいね。わかったって、しつこいな。とにかく CD 明日よろしくね。こんな感じで何でも貸してと言うが、帰ってきた試しがない。それもどんどん嫌になっていたのだが、ついに事件が起きた。トール、お疲れ。お疲れ様です。ちょっと聞きたいことあるんだけどさ、お前車持ってるよね？持ってますけど、どうしました？今週の土日貸してくれない？え？それは無理ですよ。土日ってしかも明日じゃないですか。なんでだよ。祖父の形見でもらった大事な車なんです。第一、古い車ですし、運転の仕方も難しいんです。お前にできるなら俺にもできるって。川田さん、ペーパードライバーだって言ってたじゃないですか。でも免許は持ってるからさ、安心してくれ。いや、安心とかそういう問題じゃないですよ。そもそもなんで急に必要なんですか？レンタカーすればいいじゃないですか。バイトの舞子ちゃん、わかるだろ？わかりますけど。実はデートすることになったんだよ。おめでとうございます。前から狙ってましたもんね。それでドライブしようと思ってさ、急だったからレンタカー借りられなくて。そうなんですか。お前も男ならわかるだろ？こんなことでダメにしたくないんだよ。そう言われても。舞子ちゃんがドライブなら行くって言ってくれたんだよ。だからどうしても車が必要なの。俺だけじゃ決められないので、親に聞いてみます。ありがとう、頼むぜ親。面倒なことになったなと思いながらも親に連絡。もちろん即答で NG。 しかしどうしても断れない場合には、修理費用負担の念書を必ず書いてもらうようにと言われて書式を送ってもらった。確認したけどやっぱりダメでした。なんでだよ。大学生に車持たせるような親はやっぱろくなもんじゃねえな。失礼なこと言わないでください。悪い、でも頼むよ。どうしてもって言うなら分かりましたけど、1万円で貸しますよ。金取んのかよ。ちゃんと返してくれたら5000円は戻します。返すに決まってんだろ。それと故障の場合、修理費用は負担するという念書を書いてもらえますか？書く書く。まあ事故ることもないし余裕よ。マニュアル車ですけど大丈夫ですか？教習所でやったことあるし余裕。エンジンのかけ方にもコツがあります。気をつけないと本当にすぐ壊れますからね。女心のように繊細なんだな。真面目に聞いてください。とにかく丁寧に扱ってくださいね。そして翌日の早朝に川田さんはやってきた。俺は丁寧に運転の仕方を教えて念書にサインをもらった。それから1時間後。悪い、トール。え？壊れたみたい。エンジンかからない。エンジンのかけ方にはコツがあるって言ったじゃないですか。今から電話して教えるんでいいですか？今出られない。パニクっててギア変えまくったらエンジンから煙出だした。はあ？何やってんすか？今どこですか？マニュアルなんて5年以上乗ったことないし、こんな車貸すなよ。とりあえず親に連絡してレッカーしますから、場所教えてください。俺はすぐさま連絡を取り、車は無事レッカーされた。翌日見積もりを取って川田さんに連絡をした。川田さん、修理費用なんですけど180万円でした。は？ふざけんなよ。てかお前の車のせいで舞子ちゃんにも振られたし、むしろ慰謝料払えよ。川田さん、真面目に言っています。こっちには念書がありますから。おい、
あのボロ車にそんな価値あるわけねえだろ。俺言いましたよね。この車は祖父の形見で古いんです。部品もほとんど特注です。分かったけど、そんなに払えない。念書があるのでちゃんと払ってくださいね。念のためバイト先の店長にも連絡して、実家の電話番号も押さえてます。はあ、勝手なことすんなよ。払うけどそれは高すぎだろ。他の車屋で見積もり出してくれば。親の紹介のところなのでかなり安くしてもらったんですけど、川田さんがそうしたいのであればどうぞ。多分300万は超えちゃいますけどね。お前それ詐欺だろ。5000円も返してくれてないし。人の車借りて壊しといて何言ってるんですか。ちゃんと返してくれたら戻すって言いましたけど、返されてません。ちなみに本も CD も返してくれないのであれば、その分も請求したいくらいですよ。とにかく念書があるので逃げられませんからね。川田さんは結局払う意思をみじんも見せなかったので、実家に連絡して両親から連絡を取ってもらった。両親は親の実家に川田さんを連れて謝罪に来て、修理費用以上の金額を置いていった。26歳にもなって親に尻拭いされるような大人にだけは絶対になりたくないなと思った。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。